今日のヒーローは投打のヒーローにお越しいただきました。3打点の活躍、浅村栄斗選手、そして今季2勝目を挙げたコディ・ポンセ選手です。まずは浅村選手に伺います。初回先制されてからの得点のチャンスで迎えた打席でした。どんな意識で向かいましたか？ランナー返すことだけ、意識してました。はい。打球が抜けたときはどんな気持ちだったでしょうか？初回に、同点に追いつけて、良かったかなと思います。さあ、そして勝ち越しのホームイン、こちらも見事な走塁でしたが。安倍さんがややこしい打球打ってきたんで、でもなんとか、点になってよかったなと思います。さあ、そして今シーズン初の3打点、チームも勢いに乗っていけそうですね。そうですね、あまり良くない、打撃が続いている分、今日を機に、頑張りたいと思います。さあ、チームはカード頭を取ることができました。明日に向けて一言力強い言葉お願いします。はい、勝ち越しがまだないので、とにかく明日、勝ってまず勝ち越しを、できるようにまた頑張りたいと思います。浅村選手でした。それでは続いてポンセ選手に伺います。ホームで初めてのお立ち台となりました。今この景色ご覧になっていかがですか？ファンの皆さんの前でこうして立つことができて非常に嬉しく思います。ありがとうございます。さあ、今日は2回以降素晴らしいピッチングでした。振り返っていかがですか？Yeah, if it wasn't for the guy next to me and all of our fielders, I wouldn't have been able to go all seven. So, thank you to all of the guys behind me and Ishihara behind the dish. この隣の朝なしでは語れないと思いますし、それ以外にも石原だったり、みんな後ろで守ってくれて、野手の皆さんに本当に感謝しています。ありがとうございます。その5回、浅村選手の攻守の時、大きな声で答えていましたけれども、あの時はやはり気持ちが熱くなりましたか？It was great. I'm just glad I don't have to face him, and I got him on my defense for me. But yeah, our team is great. We have great chemistry, and look forward to hopefully getting this next series win. 朝は本当にチームメイトになってよかったなと思ってますし、本当にこのチームはね、非常にいいケミストリーを、化学反応を見せてますので、なんとか明日も勝って、カード勝ち越し、したいと思います。さあ、それでは今日も途中雨が降る中、最後まで応援してくださったファンの皆さんに改めて力強いメッセージ、意気込みをお願いします。Thank you guys for all the support, and can't wait to hear you guys tomorrow night. 皆さん、雨の中応援ありがとうございます。また明日も熱い声援を送ってください。今日はありがとうございました。ポンセ選手でした。ヒーローインタビューは以上です。